世界のことなんてどうでもいい。私は団長さんたちやです、私の大切な人たちのそばにいられればそれだけでいいの。もしそれを邪魔しようとするなら誰であっても消すよ。あれが帯同する世界ですか？私たちが見た時とは。ここに至る、それがお前たちの意志か。新たなる世界の異物ども、そして神たる俺に反旗を翻した愚かな賢人に、アーカルムシリーズよ。大丈夫だよ団長さん。私とですが団長さんたちを守るから。そう、団長さんたちを傷つける者はみんな、みんな私たちが消す。クキクケケケケ。愛しい人の幸せは私の幸せ。邪魔する者はみんな、みんな消す。いっそ哀れだな。所詮は作られし者、創造主の思考には遠く及ばない。この俺とお前たちの歴然たる差を、偽造物の限界を、その身をもって知るがいい。創造主たる明るむシリーズに命じる。お前たちは廃棄だ。二度と俺の手を煩わせるな。です、どうして黙ってるの？答えてよ、デス！無駄だ。アーカルムシリーズは今この時をもって廃棄した。もはや動くことはない。時期に形も失われる。どういうことだよ。っていうかてめえ何したんだ。創造主たる俺が被造物を廃棄した。ただそれだけの話だ。アーカルムシリーズとは、悪空戦争で終わりを迎えた聖少獣のコアをもとに俺が作り上げた聖少獣だ。自我をもとうが、俺を裏切ろうが、所詮は俺がこの手で作り上げたものにすぎん。創造主は侮るなよ。アーカルムシリーズという存在は俺からの干渉を拒むことはできない。お前たちの運命など最初から俺の手のひらの上だ。そんな、それじゃあ私たちは。そうだ、お前たちの組み交わした時間も絆も全て無駄な塵アクタと変わらん。嘘だよね。デスが死ぬなんてそんなことあるわけないよ。ねえデス、私のことを認めてくれるって、愛してくれるって、永遠の愛を誓うって言ってくれたよね。なのに私を置いていく。
私があなたの全てを認めてあげるから、愛してあげるから、だからお願い、私のそばにいて、私を置いていかないで、お願いです。リーヤさん、愛しい人、ごめんなさい、心配をかけました。でももう大丈夫だから、泣かないで。お前はアーカルムシリーズの中でも特に異質な存在だったな。クケケケケ、コアに宿ったあなたの力を殺しました。これでもうあなたの攻撃は効かない。この失敗作も、やはりお前という存在は作るべきではなかったな。え、ですが失敗作。そうだ、ですがアーカルムシリーズの中で唯一俺が意図して作ったものではない。始まりがある限り終わりは必ず訪れる。存在する以上、死は、終わりは避けられない。新世界の存在を確かなものにすれば、存在の終わり、死を担う者が必ず生まれてしまう。しかし、この俺をもってしても存在を司る根源的な断りを崩すことはかなわなかった。それゆえ死にアーカルムシリーズの末席を与えることで支配下に置こうと考えたのだ。だがその判断は間違っていた。この俺の汚点として数えよう。ですのことをそんな風に言わないで。ですは私にとって何よりも大切な存在なの。ですを汚すのは誰であっても許さない。クキクケケケ、愛しい人は私のために怒ってくれた。私のこと大切って言ってくれた。嬉しい嬉しい。忌み嫌われた者同士、いや廃棄された失敗作同士、気が合うようだな。愛だなんだと、世界から疎まれるお前たちにどうあきまえない望みだと知れ、完全なる終わりを迎えるその時まで、せいぜい二人で傷の舐め合いでもしているがいい。デス、ワールドを消して。許さない、許さない。愛しい人を侮辱した、絶対に許さない。ダメです、無策に突っ込んでは。ミーアさん、存在する以上、この俺すらも本来から完全には逃れられなかった。だが力を得た今、俺は死すらも容易に屈服させることができる。コアへの直接的な干渉を破った程度で一矢報いたとでも思ったか。
作を。一つだけ褒めておいてやる。お前たちが得たデータ、非常に有用なものだ。そのデータだけは、俺が有効に活用してやる。喜ぶのに、滅んでなお、新世界の礎になれるのだから。ここは我々の前線基地だ。あの後、私が気絶させてここへと運び込んだんだ。その団長さん、モニカさんを恨まないであげてください。モニカさんは団長さんたちを助けようと。団長、ついてきてくれ。説明するよりも見てもらった方が早い。我々が複製された世界を脱出した後、突然あれが現れたのだ。先行した調査団の報告によれば、あの球体の中には見たことのない世界が展開されているらしい。またあの球体が時とともに巨大になってきているという連絡も受けている。おそらくこのまま膨張を続ければ。それと、あの球体からは帯同する世界の気配を感じるんです。ってことは、やっぱりあの球体が帯同する世界ってことか。おそらくですが。
このままあの球体を放置すれば、そう遠くない未来、この世界は飲み込まれてしまうだろう。状況は最悪だ。だが手をこまねいでいるわけにもいかん。団長、その辛いとは思うが、どうか力を貸してくれないだろうか。はい。それにニーヤさんも助けないといけませんから。だな、あの姉ちゃん一人になるの嫌いだし、早く助けてやねえとな。すまない。それとありがとう団長。ここは、嘘、ここあの家にあった私の部屋。なんでそんなことありえないよ。だって私の家は、あの時私が、それよりもどうして私はここにいるの。確か、どうして何も思い出せない。ねえ、私に何があったの？教えてよ。で、起きなくて心配したぞ。お姉様、体は大丈夫なのですか？もう起きて平気なのですか？嘘。なんで、あなたたちはあの時、確かに。お前は魔法の練習中に制御に失敗し倒れたんだ。ええ、あれからもう何日も経っているのよ。なのに
あなたは一度も目を覚まさなくて、ずっと、ずっと、心配していたのですよ。目を覚ましてくれて、本当によかった。これは夢だよね。だってこの人たちは私のことを最初から愛してないって、私のことを見てないって、そう言って私を否定した。それにクリエだって私のことを出来損ないだって、ゴミ箱に処分するって。だから私は。お姉様、どうしたの？どこか苦しいの？ううん、大丈夫。ただそのまだ意識がはっきりしなくて。病み上がりだからな。それも仕方ないだろう。今はゆっくり休みなさい。私たちはそろそろ行くぞ。このままではニーヤが休めないからな。そうね。ニーヤ、もし何かあったら、私たちか使用人にすぐに言うのですよ。うん。お姉様、元気になったら、また一緒にお庭でお茶会をしましょうね。本当に何が、どうなってるの？誰か教えてよ。うん、教えたところはちゃんとできているか。よくやったな、ニーヤ。お前の魔法の才能はごく平凡なものだ。だがお前にはそれを補ってあまりあるほど別の才能がある。努力できるという才能がな。だからこれからも頑張りなさい。またこうしてニーヤとお茶会ができて嬉しく思いますよ。お姉様、お菓子もどうぞ。お姉様の好きなものを用意したのよ。ありがとう。ところでニーヤ、体はもう大丈夫なのですか？もう大丈夫。そう、ならよかったわ。ニーヤ、あまり私に心配をかけないでくださいね。本当よ。私たちがどれだけ心配したか。お姉様、私と約束して。これ以上無茶なことはしないって。私のそばからいなくならないって。約束よ、お姉様。お母様もクーリエも私のことを認めてくれてる。愛してくれてる。私が知ってるあの人たちとは全然違う。ニーヤも年頃、そろそろ
我が家から放逐してもいい時期ですわね。出来損ないのお姉様らしい最後ですわね。それって最初から私のことを愛してくれてなかったってこと？私のこと見てくれてなかったってこと？そうだ。じゃあ私を励ましてくれた言葉も、優しくしてくれた言葉も、全部嘘だったの？そうだ。もしあの人たちが今みたいに私を認めて愛してくれていたら、それにしてもこの世界は何なのかな？私の知っている世界とこの世界、どっちが正しいの？本当はこの世界が正しくて、私の知っているあの世界は全部夢だったとか。そうであってほしいな。本当はずっと夢見てた。お父様やお母様、クーリエに愛してもらえることを、普通の家族になれることを。それにこの世界には私のことを認めて愛してくれる人たちがたくさんいるから、だからこっちの世界の方が。愛しい人、私を認めて、私を愛して。もし姉ちゃんが、その時はオイラたちも謝ってよ。ずっと一緒。今の、私には大切な人、私を認めて愛してくれる人たちがいたはずなのに、なんで忘れて。私の大切な人たちって、
どんな顔をして、なんで、なんで、何も思い出せない。私の大切な人たちのはずなのに、無事みてえだな。よかったです。もうずっと心配してたんですよ。あなたたち、あのニーヤさん、よければ私たちと一緒に旅をしませんか？私たちと一緒に世界を回りながら新しい道を探しましょう。ニーヤさん、ここは危ねえから早く行こうぜ。私も一緒に行く。さんたちと一緒に。私、あなたたちのことを知って。ニーヤ！お姉様、離れてください！え？お父様にお母様、それにクオリエも、どうしたの？いきなり魔法を放つなんて。いいからこっちに来なさい。でもあの人たちは、あの人間たちはお姉様を狙う悪い人間よ。ずっとお姉様を私たちから引き離そうと企んでいたの。だから早くこっちに。そっちに行ったらダメです。大丈夫ですよ。私たちはニーヤさんを捨てたりなんてしませんから、ずっと一緒です。ずっと一緒。そうだ、約束、一緒のいた。そうだ、私、団長さんたちと一緒にワールドを倒しに来て、でも
ですがワールドに倒されて、それで私動けなくなって、そのまま。なんで私そんな大切なことを団長。長さんたちが何を言っているんですの？お姉様が殺したのでしょ？命を操る魔法を使って。私の命を全部あげるから、だからお願い、目を覚まして、お願いねえお姉様、誰よりも何よりも大切な人たちの命を奪った感触はどうでしたか？その命は美味しかったですか？結局のところお前はその人間たちのことを大切に思っていない。自分を認めてくれる相手なら誰でもよい。そのことがこれで証明されたな。違う、私は団長さんたちのこと本当にならばなぜあの時クーリエを守ろうとした？それは全部忘れてたからで。嘘ですね。確かにあなたの大切な記憶は思い出せるよう入念に封じました。ですがそれでもあなたは薄々気づいていたはずです。だというのにあなたはクーリエを、偽りの愛を与える相手を選んだ。違う、違う。それはあなたたちが私の記憶を封じたからで。私は団長さんたちのことを本当に忘れて。団長さんたちの顔も思い出せなくて。あらあらお姉さま、それ以上自身の命を譲渡すると死んでしまいますわよ。それでもいいよ、団長さんたちが助かるのなら。一人になるのは、誰にも認めてもらえないのは、愛してもらえないのは嫌なの。そんなことになるくらいなら団長さんたちの代わりに死んだ方がいい。そうすれば団長さんたちは私のことを忘れずにずっと思ってくれる。団長さんたちの心の中で私はずっと愛してもらえる。だからう
るほどなるほど、犬死にがお望みということですか。実に愚鈍なお姉様らしいですわね。どういうこと。命をどれだけ譲渡しても死者には何の意味もない、そんなこともわかりませんの。その魔法でも死者の蘇生は不可能だと、そう言っているのですよ。これでお姉様を認めてくれる、愛してくれる人間は誰もいませんわ。お姉様は未来永劫誰からも認められず愛されず一人で生きていくのです。もそうでしょう。見覚えがあるでしょう。だってお姉さまが殺した人たちなんですから。あなたたちもお姉さまには恨みがありますでしょう。この際だからそれをここで晴らすといいですわ。よくも、よくも俺をあんな目に。俺には家族がいたっていうのに。何が認めてほしい、愛してほしいだ。お前みたいな巨人誰が好きになるか。お前にも俺と同じ苦しみを味わわせてやる。俺はお前のことを本当に愛してたのに、なのにお前は！俺たちがやめてって叫んでもお前はやめてくれなかったよな。一緒に新しい道を探そうって言ったのに。オイラたちは姉ちゃんのこと仲間だと思ってたのによ。さよなら、ニーヤさん。姉ちゃんとはもう一緒にいたくねえ。
理解したか、賢人よ。それがお前の末路だ。分不相応な望みに手を伸ばせば、その歪みはお前を襲う。人に愛されようなどと二度と願わず、無限の孤独の中で朽ちていくがいい。いや、人、お願い、誰か、私を愛して、私を認め。私のそば。呆れたものだな。未だデスにすがろうとするとは、つくづく、どしがた。クケ、クケケケ。愛しい人、やっと私を呼んでくれた。ん？愛しい人、あなたは一人ではありません。私がそばにいます。なぜお前が生きている。お前の全ては俺が吸収したはずだ。あなたの言う通り、私はあなたに吸収され消滅しました。ですが私は死と神聖を司る存在、故にその力でこの身を神聖させた。神聖？死のもう一つの側面か。そこまで己を理解できているとはな。しかしそんな力どこに残って。クキクケケ、この世界に満ちるあなたの力を使わせてもらった。この世界はアーカルムシリーズとその契約者たちのために用意されたもの。だから私もこの世界に干渉できる。愛しい人、やっと会えた。クキクケケケ。愛しい人、惜しい人、あなたの心からの思いを、願いを、あなたの願いは私が全て叶える。だから愛しい人、あなたの全てを私に教えて。また私は私を認めてほしい。私を愛してほしい。団長さんたちやデスとずっと一緒に。クケケケ、それが愛しい人の願い。
エーペス。それがカルーなら何でもすると。クキクケケケ、何でも何でもしてくれる。ならば愛しい人、私に永遠の愛を、私とトワに一緒にいることを誓ってくれますか。愛しい人。私言ったよね。レスター、ずっと一緒にいたいって、それがお願いだって。ああ嬉しい嬉しい、愛しい人とずっと一緒。あなたに私のすべてをあげる。お願い、私の願い、では愛しい人、誓いの言葉。喜びの時も、悲しみの時も、あなたを愛し敬い、永遠に共にいることを、ここに誓うよ。ではクナギよ。あなたの愛で私を貫いて、私のすべてをあなたのものにして。クキクケクケケ、愛しい人、体は大丈夫？うん、大丈夫だよ。あの人たちにつけられた傷も全部治ってるみたいだから。再契約をしたのか。いや、だがこれは、どうあれ断りは変わらん。秘蔵物の力でこの俺を殺すことは。です、お願い。全ては愛しい人の望みのままに。バカな、一体何が。愛しい人、平
き。いや、思ったよりもすごかったから驚いた。それよりもちょっと聞いてるみたいだね。よかった。何をした？その力は何だ？私が使う命を操る魔法。ううん、違うね。この力は私の魔法とデスの力、二人の力が混ざって生まれた新しい力だから。んだ？あなたがどんなに強くても生きている限りこの魔法からは絶対に逃れられないよ。二つの力が混ざって生まれた新しい力だと？非生物ゆえの余地があったか。いや、しかしだからといってこんな力は。今の私はデスと深くつながって、ううん、結び合ってるの。体を、命を、お互いの全てを理解し合うほどに。だからこの力が生まれた、ただそれだけのことだよ。ワールド、あなただけは、あなただけは絶対に私たちの手で消す。デスを殺したこと、私に団長さんたちを。偽物とはいえ私の何よりも大切な人たちを私自身の手で殺させたこと、絶対に許さない。クケクケケケケ、ワールド、あなたは私の愛しい人を傷つけ、悲しませた。絶対、絶対に許さない。うはっ。いまいましい。つくづく手に負えん連中だ。一矢報いた程度でいい気になるなよ。俺こそ新世界の神であることは依然変わりない。お前の弱点は理解している。お前は何も成長などしていない。ニーヤさん、やめてください。姉ちゃん、こんなの間違えてるぜ。いや、私も反省した。これからは仲良くやろう。ごめんなさい、ニーヤ。これからはちゃんと愛するから。だからこんなことはもうやめて。お願い、お姉様、もういじめたりしないから、冷たくしないから。だからいとしい人、あれらはすべて愛しい人の記憶を覗き見たワールドが作り出した人間、本物ではありません。うん、分かってるよ。団長さんたちが私たちを否定するなんて絶対にありえないもの。もう騙されない。だからです、あの人形たちを、あの偽物たちを全部消して。
さん、ずっと一緒だって約束したじゃないですか。そうだぜ兄ちゃん、オイラたちを捨て。分かっているのか、ニア。私はお前の父親だぞ。そうよ、私たちは家族なのよ。あなたは家族を殺すの？言ったはずだよ、偽物はいらないって。私のことを認めてくれない、愛してくれない家族なんて必要ない。同じ言葉を言うんだね。ちょっと驚いちゃった。でも命乞いをしても無駄。あなたはワールドと一緒にここで消す。愛しい人、すべて終わりました。あとはワールドだけです。大丈夫だよ。それにこれもデスがくれるものだから。だから耐えられるよ。なるほど、そういうことか。お前たちのその力がどういうものか、ようやく理解できたぞ。だが、所詮は失敗作の無様なあがきだ。
まとですが力を使えば使うほどお前の体は魂はデスに食われ崩壊していく。そしてその先に待つのはお前自身の死。本末転倒もいいところだな。その証拠に黒く染まったその目はもう何も見えていないだろう。いや、それだけではない。他の感覚もいくつか消失しているな。それでもお前はその力を使って俺を殺す、そういうのか？うん。なぜだ？体を、魂を食われる痛みは筆舌に尽くしがたいはずだ。ましてやその先には死が待っている。この俺と心中でもするつもりか？私は知ってるから、私は絶対に死なないって。うん。ですが私を死なせてくれないって。愛しい人を無限に傷つけるのも苦しめるのも癒すのも私だけ。私と愛しい人は永遠に一緒。何をした？クキクケケケケ、あなたから奪った生命力を愛しい人に移しました。私と愛しい人は深く結びついています。だから愛しい人が相手なら苦痛を与えることなくこの力を行使できる。力を使って主をも傷つけ、敵から奪った力で癒し、また力を行使する。その関係を理解はできてもまるで共感はできんな。お前たちはまごうことなき失敗作だ。私が癒せるのは私と深く結びついた愛しい人だけ。でも愛しい人であればどんな傷でも癒せる。クキキクケケ、私がいる限り愛しい人は絶対に死なせない。まさかこのような力を発動させると。このままでは少々厄介なことになるか。仕方あるまい。万全を期すためにここで消しておきたかったな。何？お前たちのような存在は新世界にはあってはならない。ゆえにこの世界から出て行ってもらう。失敗作にはこれ以上付き合えん。愛しい人、
ニーヤさん。おい姉ちゃん、怪我とかしてねえか。愛しい人。隊長さん、それにルリアさんに、ボン、モノ、着いたか？ごめんね、いきなり泣いちゃって。その団長さんたちの顔を見たら安心しちゃって。いいえ、気にしないでください。それよりも、ですが、どうしたの？その、なんで生きてんだ？あの時、ワールドに吸収されたよな。ああ、そのこと。はあ。相変わらず姉ちゃんの青少女はとんでもねえな。その、私からも一つ聞いていい？なんであの時、私が落ちてくるって、わかったの？ちょうど近くであの球体のことを調べてたんだよ。そしたらデスがいきなり現れてよ。はい、ニーヤさんがあの世界から追い出されて空の底へと向かって落ちてるって。だから助けてほしいって。そうなんだ、ありがとう、デス。クケクケケケ、嬉しい嬉しい、愛しい人に褒められた。やだ、団長さん、お願い、私のそばにいて、離れないで。そのためなら私何でもするから。だからお願い、私を捨てないで。おい姉ちゃん、どうしたんだよ。お茶のおかわりか何かを取りに行くだけだろ。すぐ戻ってくるって。いや、いや、お願い、私のそばにいて。ニーヤさん、どうし、今は愛しい人の好きにさせてあげて。愛しい人はあの世界で怖い目にあった。今だけは。団長さん、お願い、私のそばにいて。つまり帯同する世界のコアは
今もあの球体の中心部にある。そしてそれを倒さなければこの世界は帯同する世界に飲み込まれ消えることになる。そういうことか。うん。最大の問題は帯同する世界のコアがあの球体の中にあるということか。ああ、どうしたんだよ、そんな難しい顔してよ。実はあの球体の内部を調べるために何度か調査隊を派遣したのだ。しかし内部に突入した調査隊は誰一人として戻ってくることはなかった。そんな、クキクケケケ、あの球体はワールドそのもの。異物が入れば全て排除される。そんな顔しなくても大丈夫だよ。私とデス、アーカルムシリーズとその契約者は例外だから。それにね、デスは申請する際ワールドの力の一部を吸収して自分のものにしたの。だから私たちと一緒なら排除されないよ。随分と詳しいのだな。今の私はデスと深く結びついてるから。だからデスのことは全部わかるよ。深く結びついてる？どういうことですか？永遠に一緒にいる、そう約束したの。つまりお前たちと一緒ならあの球体の中に入れる。ならば取れる方法は一つしかないな。彼女たちと一緒にあの球体の中に入り帯同する世界を凍滅する。団長たちにはまた重荷を背負わせることになる。だがどうか力を貸してほしい。本当にすまない。だが君たちの力が必要なのだ。感謝する。では突入計画を立てよう。団長さんたち以外の人なんてどうでもいい。でも団長さんたちが消えるのは、私たちを認め愛してくれる団長さんたちが消えるのは絶対に嫌だからです。必ず守ろうね。はい、愛しい人。そしてワールドを必ず殺しましょう。愛しい人を苦しめたワールドを。うん、そうだね。絶対に消そう。混じり合って目が回ります。団長さんたち大丈夫？うん、
なんかすげえ気持ち悪くなってきたぜ。姉ちゃんは平気なのか？うん、私は大丈夫だよ。私はデスとつながってるから。だからこの世界に耐性があるんだと思う。あの、ところでニーヤさん、その格好どうしたんですか？雰囲気も。あ、そっか、説明してなかったね。この姿は私とデスが深く結びついた証。永遠に一緒にいる、その約束の形なの。あとはデスが吸収したワールドの力の影響もあるみたい。この世界から追い出された時は元の服に戻っていたから、多分この場所にいる時だけ影響を受けるんだと思う。ワールドの力をって本当に大丈夫なのかよ。なんか不調とか。心配してくれてありがとう。でもね、大丈夫だよ。この姿になるとね、デスを今まで以上に身近に。ううん、デスに抱きしめられてるみたいで、すごく安心するの。クキッケケケケケ。私の全ては愛しい人のもの。愛しい人の全ては私のもの。愛しい人を無限に傷つけるのも苦しめるのも癒すのも私だけ。他の誰にも愛しい人は傷つけさせない。姉ちゃんの青少女はなんていうか相変わらずだよな。それだけニーヤさんのことが好きなんですよ。まあそれはともかくよ、なんかあったらオイラたちにもちゃんと言えよ。はい、私たちもニーヤさんの力になりますからね。うん、ありがとう団長さん。ルリア、それじゃあそろそろ行こうぜ。そうだね、行こう。ワールドを消しに。殺す殺す、ワールドだけは絶対に。愛しい人を傷つけた、ワールドだけは。お、なんかいたか姉ちゃん。ううん、なんでもないよ。またお前たちか。お前は、いやい、この前はしてやられたけど今度はそう簡単にいかねえぞ。もはやこれ以上何を望む。俺はお前たちに用はない。お前たちに構っている時間など。いや、そうか、そういうことか。お前たちこそが新世界創造に至る最後の試練というわけだ。ん？何を言ってるの？うん、あなたが何を言おうと何を考えようとどうでもいいよ。私たちはあなたが許せない。ただそれだけだから。試練を経てこそその誕生に価値が与えられる。そして試練とは超えるためにある。いいだろう、歓迎しよう。お前たちという
最後の犠牲をもって俺の新世界は真の完成を見る。その姿を変える。そして俺は導き出される解釈から新たな世界を創造する。お前たちはもはや障害ではない。新世界創造における過程の一つ。俺は運命をそのように定義する。前にも言ったよ、あなたが何を言おうと何を考えようとどうでもいいって。あなただけは絶対に許せないって。それにあなたをこのままにしていたら団長さんたちも私たちを認め愛してくれる団長さんたちがいなくなるから。だから俺を殺すか。それでいい。それでこそお前たちを消し去ることが新世界誕生の福音となる。お前たちは致命的に間違っている。哀れなほどに壊れている。故にお前たちに勝利はない。お前たちには秩序がない。混沌は新世界の洋乱に過ぎない。もはや用済みなのだ。お前はただ自分の願いや欲望、思いを満たすためだけに相手を利用しているに過ぎない。愛などと嘘吹き、いかに飾り立てようとも、お前のように醜悪な存在は新世界にあってはならない。満たされぬ渇望こそが摂理に沿ったお前のあるべき姿なのだ。お前がお前である限り誰かに愛されたい、認められたいというお前の願いは決して叶わぬ。あなたの言葉は間違ってる。何？だって私たちのお願いは今団長さんたちが叶えてくれたから。団長さんたちは私たちのことを心から認めて愛してくれてる。私たちの全てを受け入れてくれてる。そしてそんな団長さんたちのことをね、私も心から思っているの。団長さんたちのためなら私は何だってする。この命だって捧げるよ。どうしがたい
命だけでな、己の命すらいよいよ測れなくなったか。自ら命を捧げてどうなる。愛を渇望していたお前自身が消え、そこには何も残らんぞ。自らの手で自らの願いを潰すなど、やはりお前は。何を言ってるの。死は永遠の愛の一つの形だよ。愛しい人を殺めれば、愛しい人は永遠に私だけのものになる。愛しい人に命を捧げれば、それは愛しい人の心の中に傷となって永遠に残る。ね、永遠の愛でしょ。やはりお前のありようは許容できないな。しかしデスの契約者にはふさわしい。そしてデスと同じ失敗作だ。お前たちのそのありよう、古き世界の忌むべき遺物としてここで葬り去ってくれる。世界の力がどんどん強まって、古き遺物は新しき世界の礎となる。それこそが運命である。それこそが摂理。お前たちにもはや未来はない。ここが運命の終着点だ。その魂を消し去ってやろう。ありえん。運命は俺の手にある。試練はただ俺にひれ伏すのみ。俺たちは敗北し、新世界の誕生に祝福を与える存在。そのはずがなぜ、古き世界の人間に遅れを取るなどと。あなただけはここで絶対に消す。あなたは愛しい人を傷つけた。絶対、絶対に許さない。あなたには死という絶対の終焉を与えましょう。オイラたちどうなったんだ。
帯同する世界のやつは。帯同する世界の気配は感じません。あの球体も消えているみたいですし、本当に終わったんでしょうか。です。大丈夫。ワールドは完全に消滅しました。そっか。じゃあ、本当に終わったんだね。愛しい人。これで邪魔者は消えました。これからどうする？何も変わらないよ。デスと団長さんたちとずっと一緒にいる。それが私の願いだから。あとはそうだね、新しい道を探すのを頑張ってみようって思う。私とデスがたくさんの人に心から認められて愛される、そんな道を探すのを。みんなから愛される？嬉しい、嬉しい。でもわからないよ。でも団長さんたちが一緒だから。もうそんな不安そうな顔しないでください。ちゃんと約束したじゃないですか。だな、オイラたちも協力するからよ。だから一緒に頑張ろうぜ。ありがとう。そういや、姉ちゃんの格好そのままなんだな。帯同する世界は消えて、あの球体もなくなったってのによ。あ、そういえば、その姿は私と愛しい人の永遠の誓いの証。そして愛しい人が気球接し、永遠の愛の形を体現したもの。だから愛しい人は望むがままにその姿になることができる。そっか、それでこの服、こんな衣装をしてるんだね。あの球体が消えたから様子を見に来たんだな。はーい、私たち全員無事です。あのね、デス、ありがとう。愛しい人、どうしたの？あなたがあの時私を助けてくれなければ、私は誰にも認められず愛されずに死んでた。今私がこうして団長さんたちと愛しい人たちと一緒にいられるのは、全部デスのおかげだからね。改めてお礼を言いたかったの。愛しい人、それは私も同じ。私もあなたに、私を理解し愛してくれる人に出会えて本当によかった。私と一緒だね。ねえデス、これからも幾久しくよろしくね。はい、愛しい人。
ごちそうさま。ニーヤさん、もういいんですか？ほとんど食べてないですけど。うん、あまり食欲なくて。でも昨日もほとんど食べてませんでしたよね。そうかな。っていうかよ、兄ちゃん顔色悪くねえか？なんか青白いっていうか、血の気がないっていうか。大丈夫。その、疲れがまだ取れてないだけ、だから。それならいいんだけどよ。ありがとう。私のこと、心配してくれて。仲間なんですから、心配するのは当然ですよ。ああ、ルリアの言う通りだぜ。仲間。ニーヤさん？なんでもない。それじゃあ私、部屋に戻るね。ニーヤさん、大丈夫でしょうか？ご飯もほとんど食べてないみたいですし、最近は部屋にこもりきりですし。あとよ、なんていうか、オイラたちから距離を取るようになった感じがしねえか？前はいつもこいつのそばにいようとしてただろ？でもよ、最近の姉ちゃんは、つかず離れずっていうか。はい。それに時々、私たちのことを見て、顔を真っ青にするんですよね。本当にどうしちゃったんでしょうか。だな。まあ本当にヤバい時は、あの青少女が教えてくれるだろうけどよ。そう、ですね。ですわ、ニーヤさんのこと、本当に大切に思ってますから。でも、私たちの方でも気にかけておきましょう。愛しい人、大丈夫？どこか痛い？苦しい？大丈夫。本当に疲れてるだけだから。でもありがとう、心配してくれて。でも本当に大丈夫だよ。愛しい人。ねえ、です、団長さんたち、私のこと心配してくれてたよね。はい、愛しい人のことを心配していました。心配をかけるのは良くないことだって分かってるけど、でもすごく嬉しいな。下心なしに心配してもらえたことなんて今まで一度もなかったから。本当なら、もっと団長さんたちのそばにいたいのに。団長さんに触れてもらいたいのに。助けて、お姉様！ダメ！私は団長さんたちのことを本当に大切に思ってるの。誰でもいいわけじゃないの。団長さんたちだけなの。だからお願い、私を置いていかないで、私を一人にしないで。
愛しい人、落ち着いて。あなたは私のそばにいてくれるよね。私を置いてどこかに行かないよね。私とずっと一緒にいてくれるよね。もちろんです、愛しい人。私はあなたと永遠に一緒。愛しい人、もう休みましょう。そうだね。ねえ、テス、一つお願いを言ってもいい？何？愛しい人。私が眠るまでそばにいて。わかりました。ありがとう。お願い、力を貸して。ヤグドラ、これで終わりみてえだな。ですね。あとはこの盗賊さんたちを町の衛兵さんに引き渡せば。どが、せめてお前だけでも道連れにしてやる。危ない、団長さん。愛しい人、私に任せて。うわ、けけけけ、すべては愛しい人の幸せのため。それよりも愛しい人、大丈夫？私、無事だったんだしよ、あんま気にすんなって。それよりも大丈夫か？なんかいきなり座り込んじまったけどよ。大丈夫。その足から力が抜けただけだから。私は団長さんのことが本当に大切で本当に愛してるの。だからあなたたちの言うように誰でもいいわけじゃない。団長さんたちだけなの。私のことを下心なく助けてくれたのは、私の気持ちを考えてくれたのは、私を心から認めて愛してくれたのは。だから、ニーヤさん、落ち着いてください。おい、どうしたんだよお姉ちゃん。落ち着いて、愛しい人、私がそばにいます。て、す、愛しい人、落ち着いた。その団長さんもごめんなさい。あの、ニーヤさん、最近どうしたんですか？少し何か悩み事があるのなら私たちに。平気
だよ。大したことじゃないから。体調が悪いのならお医者さんに行ってみませんか？一人で行くのが嫌なら私たちも付き添いますし。だな、前よりも具合悪そうだしよ。大丈夫だよ、睡眠不足なだけだから。ちょっとめまいがしただけだから。あれ、どうしたんだよ姉ちゃん。その足に力が入らなくて。ダメ、私に近寄らないで。違うの、団長さんに触られるのが嫌なわけじゃないの。嘘じゃないよ。私ね、団長さんになら私の全部をあげてもいい。本当にそう思ってるから。でもね、今はダメ。もし私に触れてあんなことになったら、私あんなこと、な、それは。とりあえずお話は後にしましょう。今はニーヤさんを休ませないと。愛しい人のことは任せて。さっき睡眠不足って言ってましたけど、何か悩み事ですか？うん、ちょっと。もしかしてだけどよ、最近ずっと調子が悪いのもその悩み事が原因か？ニーヤさん、よかったらその悩み事私たちに話してみませんか？その、話すだけで楽になることもありますし、何より私たち、ニーヤさんの力になりたいんです。でも、団長さんたちの迷惑に。だな、仲間なんだしよ。困ってる時に力になるのは当然だろ？ありがとう。その、ね、最近眠ると必ず同じ夢を見るの。その夢がすごく怖くて、だから眠れない。ううん、寝れない寝れないほどの怖い夢ってどんな夢だよ。私が団長さんたちを殺す夢。ね、私ね、ウワールドの世界で団長さんたちを、正確にはウワールドが作り出した団長さんたちの偽物だけど、それを
殺した。え？なんだよ、それ。そんな、ひどすぎます。ニーヤさんの気持ちを、そんな風にもてあそぶなんて。なあ、もしかして、この間盗賊からこいつを守ろうとした時に真っ青になってたのは。団長さんたちを殺しちゃった時のことが、頭に浮かんで。私が魔法を使ったら、また団長さんたちを殺しちゃうんじゃないかって。そう思って、使えなかったの。じゃあ、こいつから距離を取ってたのも。私が触れたら、死んじゃうんじゃないかって。そう思って。あのね、団長さん。私、何でもするから、どんなことをされてもいいから。だからお願い、私のこと、捨てないで。どうして。やっぱり、私のこと、捨てる。都合が悪くなれば、優しい態度だけ取って、すぐに私を捨てた、あの人たちみたいに。違います！ニーヤさんを捨てるな！いや、いや、お願い、捨てないで！団長さんたちに捨てられたら、私、落ち着いてください。私たちがニーヤさんを捨てるなんてこと絶対にありませんから。そうだぜ、オイラたちが姉ちゃんを捨てるわけねえだろ。でも信じられないよ。私を捨てた人たちも同じことを言ってたのに、どうしてどうして私を捨てるの？どうして私のそばにいてくれるの？教えてよ。愛しい人、人の愛は移りゆくもの。あ、そう。そうだよね。捨てられる前に、この愛を永遠にしたらいいんだ。そうすれば私は団長さんたちとずっと一緒にいられる。離れ離れにならなくなる。私ね、団長さんたちのこと本当に愛してるよ。だからね、この愛を永遠にするね。ニーヤさん、何を言って。です、お願い。これで私と団長さんたちの愛は永遠だね。ずっとずっと一緒だよ、団長さん。
私も団長さんの、団長さんたちのこと、信じたいよ。でもね、ワールドの世界で、団長さんたちに言われた言葉が、どうしても忘れられないの。私ともう一緒に、いたくないって、大嫌いだって。今まで、私のことを好きだって言ってくれた人たちもね、最後に同じようなことを言ったの。そして、みんな、私を捨てて。そうですよ！新しい道を一緒に探そうって約束したじゃないですか。本当に、本当に、その約束、信じていい？私とずっと一緒にいてくれる？もちろんです！団長さん、約束。もし、破ったら、私、団長さんのこと。クキ、クケケケ。愛しい人、私が証人になります。もし、この人たちが約束を破ったら、愛しい人を悲しませたら、その時は私が始末する。だから、安心して。です。団長さん。ニーヤさん、私とも指切りをしましょう。オイラともしようぜ。約束。たちは部屋に戻ってるな。姉ちゃん、ちゃんと休めよ。その、何かあったら、すぐに部屋に来てくださいね。ありがとう。あの、団長さん、ごめんなさい。その、寝てた、よね。眠れない、の。団長さんたちが約束してくれたから、安心できたはずなのに。なのに、まだ怖くて、一人で寝ると、また、あの夢を見そうで。だからね、団長さん。今日は、一緒に寝ても、いい？団長さんがそばにいてくれたら、安心できるから。だから、ありがとう。それじゃあ、お邪魔します。団長さんの匂い、すごく安心する。団長さん、わがまま、言ってもいい？
あのね、手、つないでほしい、の。団長さんの手、あったかい、ね。よかった。私が触れてもあったかい。今日は、ゆっくり眠る。そう。おやすみなさい。くれたんだ。嬉しいな。愛しい人、もう大丈夫？辛くない？うん、もう大丈夫だよ。これも団長さんたちのおかげだね。よかった。愛しい人が元気そうで私も嬉しい。ごめんね、デスにも心配かけて。どうしたの、デス。そんなに私をじっと見て。愛しい人、今幸せ？お嬢さんたちは私のことを本当に認めて愛してくれている。そのことを心の底から信じられるようになったから。本当はね、ずっと不安だったの。団長さんたちも今までの人たちみたいにいつか私を捨てるんじゃないかって。でも、今ならそれが間違いだって。団長さんたちは私たちを捨てたりしないって。そう、信じられる。私ね、団長さんたちを誰にも渡したくない。団長さんたちに好かれるためなら何でもする。命を懸けてもいい。本気でそう思ってるの。愛しい人、真に愛する人を見つけた。今まではただ捨てられたくない、私を認めてほしい、愛してほしい、ただその思いだけで相手に何でもしてきた。今みたいなこんな気持ちを、自分から特定の人が欲しい、その人を心から愛しいなんて気持ちを抱いたことなんて一度もなかった。ねえデス、これが本当の愛なんだね。嬉しい、嬉しい。愛しい人、本当の愛を見つけた。でも憎い、
憎い。愛しい人は私だけのもの。デスのことももちろん愛してるよ。私たちは結び合った。だから私の気持ちは誰よりも分かってるよね。愛しい人がどれだけ私を思ってくれているか、愛してくれているか知っています。大丈夫、ずっと一緒だよ。団長さん、私ね、団長さんのこと本当に愛してるよ。だからね、喜びの時も悲しみの時も団長さんを愛し敬い、永遠に共にいることを。団長さんを愛し敬い、永遠に共にいることをここに誓うよ。絶対に離さないからね、団長さん。